ハチエッツァ、これも SR がついて無認証動詞になるタイプの動詞ですね。そうですね。今見た2つのタイプ以外にも、今までいろいろなタイプの SR 動詞が出てきました。整理しておきましょう。例えば不完了体動詞の受け身を表す SR 動詞も出てきましたね。例文で確認しておきましょう。その本はこの店で売られていない。